私の名は日野秀志。怪奇と恐怖に取りつかれた漫画家。腐敗したこの街の今にも崩れそうな配下で、私は毎日物語を書き続けている。私の頭は狂っているのだろうか。私の物語は、私が実際に犯した陰惨な事件をもとに作られている。私の行くところにはいつも死の影がつきまとう。私の作る物語には亡者の呪いの声が張り付いているのだ。これから始まる物語は見てはいけない。死者たちがあなたを呪い殺すかもしれないからだ。あなたの身の上に何が起こったとしても、私は一切責任を持てない。それでもよかったら見るがいい。今度は君が死ぬ番だ。死ね。落ちろ。地獄の底へ落ちてしまえ。風が気持ちいいよ。お母さん、もっとスピード上げてよ。ないよ、危ないから顔しまいなさい。僕もいつかお母さんみたいなすごい医者になるんだ。坊ちゃん、では坊ちゃんも昔の奥様のように学校で一番を取らねばなりませんよ。僕だってこの間100点取ったんだい。こりゃ G は一本取られました。私の愛する息子ダイオ、この子のために私は生きてきました。ずっと幸せな人生を送るはずでした。そう信じていました。でも坊ちゃん、お気をつけなさい。私のダイオは死にました。いかなる医学も無効でした。思えば私とダイオの運命はここから狂い始めたのです。これから私たち親子は地獄の苦しみを味わうのです。
責めてはなりません。 いくら奥様でも手の施しようがなかったんです。さあ奥様、だいぶお悲しみのようで、亡くなった坊ちゃんをよみがえらせるいい方法がありますのじゃ。坊ちゃんと同じ年頃の子供の首をこの牙で切って血を墓に注ぐのです。よるな、気違いめ。奥様は閻魔家代々血を継いだ世界的名医なんだぞ。おっちゃん、命は必ずよみがえる。これは嘘ではありません。ふざけたことを言うな。そのようなバカなことがあってたまるか。向こうへ行け、向こうへ行け。試してみることじゃ。さあ帰りましょう奥様。奥様、気にすることはございません。あんな気違いの言うことすぐにお忘れなさい。奥様、会心のお時間です。確かこの子はあと10日の命。奥様、奥様、もしもあんなことを本気でなさるおつもりなら身の破滅でございます。もう諦めましょう坊ちゃんのことは。先生どこ行くの？お家に帰るのよ。帰れるんだね。
奥様、奥様、奥様、こんなことは正気の沙汰じゃございません。それを返しなさい。この子の命どうせあと10日も持たないんです。それだったら奥様、奥様、ご自分が医者であることをお忘れになったんでございますか。なんでそんなこと言うのよ。私はどうすればいいのよ。お母様の好きなようにすればいいのじゃ。死ぬ子供、生きる子供、二人が入れ替わるだけのことじゃ。どちらの子供も死のうと生きようと同じこと。
警視庁捜査一課の花水です。まったくもって迷惑な話なんですが。この死体に見覚えは？ありません。でしょうな。まあこいつはろくでもないペテン師ですから、いつかはこうなる運命だったんでしょう。それより昨夜お宅の病院で入院中の子供の患者が行方不明になったそうですが。それとこの死体と何の関係があるんですか？おや、私は関係があるとは一言も言ってませんがね。いやどうも失礼、こういう言い方は私の癖でして、どうぞ気を悪くせんでください。あーち、あーち、風邪ですか？いや、アレルギー性鼻炎というやつでしてな。しかしこれでなかなか犯人を嗅ぎ当てるのには苦労しませんがね。まあ今日のところはこれで失礼しますか。
これからダイオの脳移植手術を開始します。脳は今朝死んだばかりの小児患者の脳です。始めましょう。これはこれは閻魔先生、事故に遭われたんでしたな。確か大王君だっけ。そうです、大王は治ったんです。先生が手術をして。ええ、もちろん私の大王ですもの。ところでこの町でまた殺人が起きたのをご存知ですか。まあ新聞や何かでは。むごい事件でしてね。獣や何かに襲われたみたいです。それで私に何か。先生のご意見をぜひ拝聴したいと思いまして。私は犯罪には素人ですよ、花水さん。そうですか。しかし先生はプロだ。私らからすれば人の生き死にを自由に操っておられる。ご冗談を。
先生、人間と獣の愛の子のような生き物って存在するんですかね。心配いらないんだから。今日はたくさんごちそう用意したからお腹いっぱい食べていってね。じゃあみんなで歌を歌いましょう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dayo. Happy birthday to you.
このノコギリ切れないからチェーンソー持ってきてくれる？ありがとう。もうあなたは何にもしなくていいから。治してあげるからね。この怪我が治ったらもう一度手術をして、今度は完全に普通の子供に戻るの。そしたら、もういいよ、いっそ僕を殺して。ダイオ、そんなこと言わないで。お母さんが、お母さんが治してあげるから。もうちょっとも辛抱だから。どんな生活？
もう耐えられない、殺してください。死ぬことは最後に考えましょう。それまでにもう一度だけ、もう一度だけお母さんに手術させて。今からダイオの内職手術をします。どうしたの？早く！奥様、お許しください。ジーはもうあなたの手術に協力することはできません。奥さん、Gは長いこと奥様をお慕いしてきました。Gは坊ちゃんより奥様にこそ元のあの優しく美しい奥様に戻ってほしい。お願いします。自首しましょう。しかしそれはこの手術を終えてからです。この手術を終えるまでは私はこの手術だけは絶対に誰にも邪魔されたくないのです。もう遅いのです。何もかも。閻魔節、大王、二人を殺人容疑で逮捕します。どういう理由で怪物になるのかは知らないが、これ以上大王君のために無関係な市民を殺すことは警察が許さない。今すぐ大王君の身柄を我々に引き渡しなさい。なんで、なんでみんなして私を責めるのよ。私がどんな悪いことしたって言うのよ。お母さん。
お母さん、お願い、僕を殺してください。生きなくていいんだ。